オーディションの件でタクトと気まずくなって家に帰れなかったんだけど、美月がぜひ帰ってほしいっていうの。二人とも最初はためらったんだけど、美月の説得と頑張りもあって私はタクトと仲直りすることができたの。コンビ復活を祝ってネギラーメン花火ドーンと打ち上げて、とっても気持ちよかったわ。さて今日はどうなるのかしらね。わかったか。はい。病気の進行はないようですね。どうですか、仕事復帰してもいいですか。確かに12歳の方と比べると16歳になった状態ではまるで兆候は見られない。でどうなんでしょう。そうですね、無理をしなければ。え、やったよかったわね美月。はい、若王子先生、約束します、もう無理はしません。若王子先生ありがとうございます。ありがとうございます。それにしても本当よかったわね。またフルムーンで歌を歌えるようになって。うん、何より若王子先生が許してくれたのが本当に嬉しい。何か、タクト君だったわよね。そうっす。じゃあ隣のウサちゃんは。メロコです。あ、そう。あー、なんか悪い夢の続き見ているみたいな気分だわ。失礼ね、悪い夢だなんて。まるで人のことをお化けや妖怪みたいに。これでも歴史とした死神なんですけど。死神、そうだったわね。メロコ今それ言っちゃダメ。なんでよ。つうか、なんで私たちのことまで知ってるわけ。私が知らない間に何があったのよ。しょうがねえだろ、成り行き上仕方がなかったんだよ。はあ、なんかいつも成り行きに流されちゃってるような気がする。はあ、これでいいのかネギラーメン。まあその状態なら大丈夫ってお墨付きももらったし、これからは美月の体を第一に考えていくからね。ありがとう、大重さん。精一杯頑張るんだよ。はい。いよいよ仕事に復帰か。頑張らなきゃ。こないだ面白いこと聞いたんですけどね。おはようございます、トトロキさん。あれ、大重ちゃん、久しぶり。フルムーン、今日から復帰します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ああ、そういえばそうだったね。どう、もう体の具合はいいの。はい、ご迷惑おかけしました。ならいいけど、体に気をつけてね。はい、じゃあ失礼します。失礼します。うん、
体調不良って言ってたけど、本当のところどうなんでしょうね。どうって？彼氏がいるって噂なんですよ。本人も否定しないって話だし、結構肝が据わってるっていうか、ずうずうしいっていうか。そうなの。しかしそんな噂誰から聞いたんだよ。それがですね、佐々木さん、ん？今日から復帰なんだってフルムーン。ああ、そうみたいよ。今日収録の音楽番組でね。あんな形でオーディションすっぽかしたって噂はもう業界中に知れ渡ってるわ。そう簡単に復帰できると思ったら大間違いよ。っていうか、私がさせないわ。おはようございます。あ、来た。いいわね、彼氏がいるんだって。仕事減らすんだって余裕よね。ちょっと売れてるからって意気になってんじゃないの。新人のくせに生意気。なんか嫌な雰囲気。相手にすんなよ、美月。でも復帰初日からこれか。 H 君って言うんだって。え、なんでそんなことまで。何よあれ、ムカつく。あんた黙ってないでなんか言い返してやりなさいよ。エロ子よう。おはよう。高橋さん、復帰おめでとう。え、倒れたって聞いた時はびっくりしたよ。今日復帰だって頑張れよ。高橋さん、ありがとうございます。こんな素敵な花束、うわいい香り。ま、ケーキ漬けにと思ってな。そろそろ時間だし行こうか。うん、じゃあ頑張れよ。あの親父、意外といいとこあるんだな。ちょっとびっくり。それにしても何ですか、大重さん。思ったより H 君のことが噂になっちゃってるのね。はい。妙なスキャンダルにならなきゃいいんだけどな。ほー、何が困るっていうのよ。いいわよ、ちょっとくらいのスキャンダルになった方がきっと H 君も美月のこと見つけやすいわよ。そういう考え方もあったか。前々からそうじゃないかと思ってたけど、お前って転んでもただじゃ起きないタイプの女。まあね。え、それって褒めてんのよね。ん？うん、まあそういうことにしておくよ。てめえ、高須さんにも声かけられてたのよ。なんですって。どういうことよ。なんでそんなにうまくいっちゃうわけ。なんでそんな風に誰からも愛されちゃうわけ。何の努力もしてないくせに。これがもし私だったらこんなにうまくいってないわ。こんな風に周りから受け入れてもらえないわ。分かってる。だってこの世界はいつも私に冷たかったもの。あのね、この地図の孫の家まで行きたいんですよ。私、ここならわかります。おばあちゃん、送ってってあげますね。おはようございます。今頃来て何がおはようだよ。すみません。1時間遅刻、なめてんの。すいません、すぐ準備します。その必要はない、代わりはもう見つけたから。え、君はもう来なくていいよ。そんな。一体何やってたの。だって道に迷ってるおばあさんがいたから。あのね、この世界では自分が一番大事なの。人のことになんて構ってたら自分が上に上がれないのよ。
それから私が生意気だっていう噂が立って、次々と仕事はキャンセル。私は当たり前のことをしただけなのに。許せない。どうしてなの？あれから私はここまで来るのに血の滲むような努力をしてきたのよ。一度ついてしまった生意気のイメージを変えるために何でもしたわ。いつだって周りの顔色を見て気を使ってやってきたの。それなのになんであの子ばっかり。みつき、気にしない気にしない、うん、フルムーンさん、リハの方をお願いします。あ、はい。それではカメリハよろしくお願いします。じゃあ行きます。5秒前、4、3。どうしてどうして、私のこと噂してるのか。誰だ。あ、すみません。音止めて。なってないね。人の歌の邪魔をするなんて。小牧さん、すみません。あなたたちもプロの歌手なら、人の歌はきちんと尊敬の気持ちを持って聞くべきよ。おっしゃる通りです。あんたもあんたで肝心の歌が上の空よ。どうしたの？私に食ってかかってきた時の勢いは。すいません。それからそこのあんた、影でこそこそする暇があったら、少しは芝居の勉強でもしたらどうなの？まどかさん。さっきから何やら噂を広めてるみたいだけど、実力で勝負できないのか？なら初めから負けてると一緒だよ。まどかさんが噂を？そうなんです。私たち、まどかさんの言うことを真に受けちゃって。ごめんなさい。私、申し訳ないことをしてしまったのかもしれません。でも、私、フルムーンさんのことが羨ましくて。まどかさんが私のこと？でも陰で噂するなんて。そんなつもりなかったんです。ただ好きな人がいるのっていいなって。私もそんな風に誰かを好きになってみたいって。それがそんな風に噂になるなんて思わなくて。ごめんなさいね。そんなつもりはなかったの。え、そんな、いいんです。 H 君、きっとあなたのこと見つけてくれるわ。ありがとう。まどかって思ったよりいい子なのかもね。そうですよ。伝えたいことが伝わらないってことありますから。だといいけど。え？メロコ、それどういう意味？うん。そうね。どうしたの？あれ？ん？あ！何かあったのか？何？誰だよ、こんなひどいことしやがるのは！もしもし、大重です。ちょっとそこにスタイリストの安野ちゃんいる？え、い
いないの？どこ行ったかわからない？ん？え？フルムーンの衣装に大トラブルなのよ。あーもうこんな時に限ってどうして連絡取れないのよ。美月、何よあれ、まるで私たちが勝手に噂流したみたいじゃない。さっき自分であんなにフルムーンの悪口言ってたくせに、よくその口が言うわって感じ。芸能界が怖いところって今日初めて分かったわ。今のどういうことですか？そのやっぱり思った通りね。え、やっぱりってなんだよメノコ。さっきのマドカの涙は芝居だったってことよ。え、じゃあマドカさんがやったってこと？やめろよ、証拠があるわけじゃないんだし。だってさっきの会話からしたってそれしか考えられないじゃん。今そんなこと言っても始まらないだろ。とにかくこの状況を何とかしなくちゃな。そうよ、安野ちゃんが捕まらないんだった。あー、もうどうしたらいいの。そうだ、ねえねえ、このシチュエーションって私の真実の見せ所ってやつ。え、真実？何それ。ま、私に任せといて。メロメロチェンジ。これじゃちょっと。何やってんだよ。あれおかしいな。もう一度。メロコ、遊んでるのか。時間があんまりないんですけど。任せてってば。あれ、お願い、本番まであと30分なのよ。おかしいな。アイドルの衣装ってどうだったっけ。いいよ。あ、え、誰が何のために私の衣装をこんなにしたのかわからない。だけど誰がやったとしても私くじけたくない。お前、おい、おいって。やけになっちゃったの。やめて、やめてよ。一体どうしたの美月。きっと今頃衣装がないって慌てているわね。いい君。よかったよ。さっきのリハ見てたらどうなるかと思ったけど。ありがとうございます。これからも頑張るんだよ。はい。いやー、急に衣装変更っていうからびっくりしたけど、いいよこれ、復帰作としても大成功じゃない。ありがとうございます。まあ何か変な噂が立ってるみたいだけど気にしないで、この世界にはよくあることだから。はい、それじゃあよろしくお願いします。
お疲れ様。まさか衣装をあんな風にアレンジして着るなんて思ってもみなかったわね。転んでもただじゃ起きないのはこのチビの方だったか。ほんと、一時はどうなることかと思ったのにタフになったわね、この子も。まったくだよな。でもさ、あのマドカって子許せないわ。余計なこと言うな、メロコ。さっきから話が見えないんだけど、何かあったの？この子の衣装が誰かにズタズタに切り裂かれたのよ。え、なんだって？大丈夫です、心配しないで、若おじ先生。だけど私なら大丈夫ですから、こんなことぐらいじゃ全然くじけませんね。美月ちゃんは本当に歌が好きなんだね。え？分かったよ、僕ももう迷わない。若おじ先生。美月ちゃんが手術をしなくても済む方法を探してみるよ。本当ですか？ああ、だけど無理をしないように。久しぶりの仕事復帰ということでしばらく気を使うことも多いだろうけど、本当に無理はしないようにね。はい。メロコ、あいつのファーストソロライブが決まったんだから、それどころじゃねえだろ。だからそのソロライブが大変って言ってんのよ。あ、何があったんだ？あの子のライブ会場が誰かにキャンセルされちゃったのよ。ってライブは明日だぞ、一体どうすんだ。次回ブルムーンを探してワクワクソロライブお楽しみに。